キッチンはですね、子どもたちの孤食防止、並びに、お母さん方が、毎回、大変な思いをされているところをですね、少しでも楽にできるようにという思いからですね、令和元年から、子ども食堂を始めました。コロナが、蔓延した状況でテイクアウトという形で、弁当の提供に切り替えました。このコロナが、収まりを見せましたら、来年度4月からは家庭菓子の方で子ども食堂を再開して、子どもたちが一緒に、楽しくまた食事ができるよう、頑張っていきたいというふうに思っております。大きなった時は子ども食堂でこんなん食べたな、あのおばちゃんが作ってくれたなって、思い出してすくすくと素直な子に育ってくれたら、はい、いいと思ってます。ちょっと私の休憩にもなりますし、子どもたちもお弁当すごく楽しみにしているので、お弁当で喜んでます。お弁当美味しいですか？美味しいです。何が好き？肉とデザートも。子どもと過ごす時間ができて、本当にありがたいと思ってます。多くの方に、届いて、必要な方にしっかり届いていただけたら、すごいいいんじゃないかなと思っております。楽しいひとときが月に2回でもできるような、そういう子ども食堂にやっていきたいというふうに考えております。